世界で唯一陸自同時対処能力を持つ対戦車ミサイル中距離多目的誘導弾とは、2011年より陸自が普通科部隊を中心に配備を進めている中距離多目的誘導弾、他国では対戦車ミサイルと呼びます。このミサイルですが、高価な対空ミサイルのように多目標同時対処能力最大6目標を持っているのをご存知でしょうか。世界でも類を見ない対戦車ミサイルタイプの多目標同時対処能力。なぜにこのような兵器が必要となったのか、またこの高性能な誘導弾が生まれるに至った日本の対戦車ミサイルの歴史についても解説していきます。対戦車ミサイルは、実は第二次世界大戦中の1941年にはナチスドイツで開発が始まっていたとされており、意外に古い歴史があります。しかしこのナチス製兵器は実戦には使用されませんでした。要は使えなかったようです。誘導技術が未熟だったためです。その代わりパンツァーファーストと呼ばれる誘導ができない携帯型対戦車ロケットが主流となり、対戦後半で活躍しました。その後各国とも対戦車ミサイルの開発を進め、最初に実戦に投入されたのはフランス製の SS-10 と言われています。見た目は陸自の最初の国産対戦車ミサイル64式マットとよく似ていますね。日本が参考にしたのでしょう。対戦車ミサイル ATM が世界中の軍に一気に普及するきっかけとなったのは1973年の第四次中東戦争です。この戦いではソ連製の対戦車ミサイル QM14、 NATO コード名は AT3 サガーを装備したアラブ軍側の歩兵がイスラエル軍機甲部隊に大きな損害を与え前線しました。歩兵部隊が機甲部隊に対して十分以上に対抗し、機甲部隊特に戦車戦力に大きな被害を与えるということは快挙でした。この戦闘結果を知った各国は対戦車ミサイル採用の動きを加速させます。そして歩兵部隊にはなくてはならない装備となりました。我が国の陸上自衛隊でも1964年に64式対戦車誘導弾を正式化、開発配備し、その後も新型の開発配備を進めます。64式対戦車誘導弾は車載または地上に設定し、目標を視認しながら歩兵がスティックで操作しながら誘導するというもので、命中させるには十分な訓練が必要でした。1979年には第2世代型の79式改修艇対戦車誘導弾10マットを開発配備します。これは米国の等対戦車ミサイルを参考にしたと思われ、見た目も似ていますが、開発にあたっては陸自独自の思想が反映されています。日本は当時冷戦で極東ソ連軍の脅威と対峙しておりました。当時の極東ソ連軍は強大な海上戦力と着上陸能力、飛行戦力を有しており、陸自では対戦車ミサイル能力及び上陸してくる敵部隊の襲艇にも対処しうる必要性を感じており、対襲艇能力にも大きく配慮し開発を進めます。陸自が対襲艇能力についても重要視したため、他国の対戦車ミサイルが弾頭重量 10kg から 20kg 程度であったのに対して、10マットは弾頭重量 33kg と大型で強力な破壊力を持つものとなっています。戦車より大きく船舶である上陸用襲艇を一撃で戦闘不能、撃沈に陥らせる破壊力が必要だったからです。この10マットから日本ならではの対襲艇能力を強く意識した誘導弾の開発が始まったと言ってよいでしょう。1987年には第 2.5 世代型のレーザー誘導方式の87式対戦車誘導弾10マットの配備が始まります。10マットは
7旧式より小型軽量化され、弾頭重量も 12kg となり、対戦車戦闘用の兵器として開発されており、10マットのような対襲艇能力について、主たる用途として考慮していません。10マットが大きく重すぎて、野戦で対戦車戦闘を行うには取り回しが厳しかったのでしょうね。その結果として開発されたのが、この歩兵が担いで移動できる10マットとなります。1996年には、対襲艇能力を付与した第3世代型で車載専用、かつ、車両セットでの運用を行う96式多目的誘導弾システム96マルチの配備が始まります。しかし、残念ながら、この兵器は正直失敗でした。性能的には、10km 以上の射程距離があり、弾頭重量 60kg と、破壊力もかなりあり、強力な対襲艇能力、対戦車能力、世界初の光ファイバーテレビ赤外線画像誘導方式を採用し、極めて高い命中率を誇りますが、大型トラックを含む6両の車両編成で運用するシステムであり、システムそのものが高価である上に、誘導弾も5000万以上と高価であり、予算の制約や運用が煩雑であるとして不評であり、部隊配備が進みませんでした。2001年には、第3世代型、歩兵形態式の丸人式形態戦車誘導弾 K-MAT の開発配備が始まります。こちらは、中マットの後継ではなく、歩兵形行式 84mm 無反動砲カール・グスタフの後継となります。対戦車戦闘は、元より、トーチカなどの固定目標の攻撃用途にも利用可能です。そのため、対戦車用のダイブモード弾道、上昇して、上から目標に命中する弾道、および低進弾道、水平に飛翔して直撃させる弾道の双方に対応しています。また、タンデム弾頭弾も用意されており、爆発反応装甲などの追加装甲を装備した目標にも対応可能です。そして、2011年からは、ついに、車載専用の高性能誘導弾、中距離多目的誘導弾、中多の配備が始まります。高価格で運用が煩雑で不評だった96マルチに代わり、急遽配備が始まります。よって、この兵器は、正式化されておらず、人式とか正式化年数が名前につきません。世界で唯一、多目標同時対処可能な陸上運用、陸上水際戦闘用ミサイルです。1秒間隔で、立て続けにミサイルを発射可能で、搭載弾数上限の6発まで同時対処可能です。同時射撃時に、1秒、時間差をつけているのは、ミサイル同士が飛行中に干渉するのを避けるためです。敵侵攻時、退去して押し寄せる敵襲艇部隊や機甲部隊の群れに、1車両単独で6目標同時対処が可能であり、少ない人員で、長大な海岸線を持つ日本の国土防衛にあたる陸自にとっては、非常に有効な兵器です。島国である日本ならではの兵器なのだと思います。敵の着上陸が想定される地域を防衛する軍には、大変、おすすめな、兵器です。台湾に売却してあげたらいかがでしょうか。近藤は強くおすすめします。中距離多目的誘導弾は、主に、普通科・歩兵部隊に配備されます。普通科連隊、即応機動連隊においては、連隊本部管理中隊の対戦車小隊に配備されています。車両は、トヨタ車製の高機動車で、1個小隊は、1両の小隊本部車両に、4両の射撃装置を搭載した車両を装備しています。符号で、高機動車5両と15名です。射撃装置搭載車両1両ごとに射撃分隊が編成されており、分隊長と操縦手と誘導手の3名が所属します。この3名で発射任務を担います。誘導方式等の技術についても、最新で最高のものが採用されており、赤外線イメージ誘導とミリ波誘導併用であり、
打ちっぱなし能力、発射後のロックオンも可能な優れものです。打ちっぱなし能力とは、目標を捉えロックオンしてミサイルを発射すれば、あとはミサイルが勝手に目標に向かっていって命中する能力です。撃ってすぐに移動すれば、発射した兵員が反撃を受ける可能性が大きく下がるため、非常に大切な能力となります。発射後ロックオンは、急いで攻撃しないといけない場合、または目標が今は見えないけど、間もなく見えるというような状況で、あらかじめミサイルを発射しておき、ミサイルが届くまでに目標にロックオンすれば命中するという能力です。戦場において、攻撃の好機を逃さないようにするためには、これも大切な能力です。射程は公表されていませんが、8000メートルを超えるとされており、戦車砲や重機関銃の射程外から目標に直撃できる能力を持っています。弾頭重量は26キログラムであり、歩兵携行式対戦車ミサイル弾頭のおおむね2倍程度であり、車載用としては平均程度の破壊力と思われます。また、米軍のアパッチ対戦車ヘリが搭載するヘルファイア対戦車ミサイルが、中多と同程度の射程と性能を持っておりますので、この中多の登場により、多少なりとも対戦車戦闘ヘリが担う任務を補えたのかもしれません。陸自は、残念なことに、AH-64D の導入に失敗し、対戦車ヘリ、戦闘ヘリが極めて不足しておりますので、中多が完成して本当に良かったです。そして、頼もしいことに、中距離多目的誘導弾1回の研究開発が進んでおり、早ければ2025年あたりから配備開始になるのではないでしょうか。こちらは、現行の中距離多目的誘導弾そのものの改良も行われ、射程の延伸や、エアクッション艇などの速度の速い目標への対処能力向上、同時対処能力、全周射撃能力、搭載数増加なども研究されているようですが、ネットワークにも対応する予定で、リモート射撃なども可能となるようです。今まで通り1車両単独で攻撃もできるが、射撃統制装置からの完成によって、射撃、誘導もできるよう研究開発しているようです。そうなると、攻撃の効率も上がるでしょうね。射撃統制装置には、専用の操作標定装置からの情報や、他のセンサーからの情報も送られる仕組みになるようです。陸自の戦場ネットワーク運用構想は進んでいます。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.